里岬灯台、佐田岬灯台は、愛媛県西和郡伊方町、四国西端に突き出た、里岬半島の先端に立つ灯台である。光立ち距離は、約 35km で、対岸の佐賀の関まで十分達する効力を、備えている。1966年には、レーマークビーコンが閉地され、文後水道と、伊予灘の間を往来する船舶の安全に、寄与している。 灯台は無人化されており、内部の一般公開は実施していない。駐車場からは、アップダウンのある遊歩道を、徒歩、約25分で到達でき、途中には、佐タ岬キャンプ場もある。佐タ岬の南沖合650メートル付近にある、岩礁の黄金波を照射する黄金波照射塔が、併設されている。潮流が早く座礁が絶えないことから、 1950年9月に明かり柱が建てられたが、保守作業が大変危険を伴うものであったため、1976年に里見崎灯台から温言波を照射する方式に変更された。灯台敷地の西側に四国最西端の石踏みが設置されている。2017年4月に伊方町によって灯台のさらに西側にある、 大島島までの遊歩道が整備され、灯台から200メートルほどの遊歩道を西に進んだ広場に四国祭西,西島岡御島と書かれた案内板が設置された。芸与要塞の一部として、佐田岬崎灯台周辺に合計12門の急に本陸軍の砲台跡が残されている。2017年に観光用に整備が行われた。灯台直前の階段を右にそれて、 灯台先の岡後島に渡ると、灯台直下の二門と大島の二門の砲台を見ることができるほか、永遠の明かりと呼ばれる灯台を東側から望むモニュメントが設置してある。松山自動車道大スインターチェンジより、国道197号、愛媛県道256号、佐田岬崎線経由、八幡浜、伊方町岬方面へ、 佐タ岬東大灯台駐車場まで1時間30分。佐タ岬東大灯台駐車場から佐タ岬東大灯台まで徒歩20分。伊方町三崎まで、佐タ岬東大灯台駐車場まで定期運行されている公共交通機関はない。伊方町三崎からはタクシーを利用する必要がある。三気港から佐タ岬東大灯台駐車場までタクシーで約30分。 里タミサ灯台駐車場から里タミサ灯台まで遊歩道を徒歩約25分。灯台への道は狭く、人がすれ違いするのがやっと。その道に老女が待ち構えており、押し売りを働く。果物や海産物を無理やり売る。何品も進めてくるので観光客がこんまけする。灯台の駐車場には、伊方町が設置した押し売りへの注意喚起の看板がある。 また駐車場にも押し売りがいる。ありがとうございます。